ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ広島山口編第11話のテーマは宿泊編と散策編2回に分けた岩国への一人旅において全く出番がなかった JR 西日本のスマートフォン用フリー切符タビアの山口セントラルパスを使った萩までの乗り換え旅、そして萩で一泊したホテルの情報をお届けできたらと思っています。ぜひ最後までご覧ください。山陽本線の列車岩国駅からこの時間帯7番線から下関方面に走っているそうです。まずは途中の新山口までこの列車で行きます。2024年3月6日午後2時35分岩国駅出発しました。岩国から新山口まで2時間ぐらいかかるんじゃないでしょうか。で、新山口でバスの出発時刻までにいくらか待機時間が発生すると聞いてます。その間に個人的な要件を済ませたいと思っています。あ、目の前に海が見えますね。岩国駅出発から約1時間40分が経過した頃、山陽本線を西へと走り続けた列車は、2024年3月6日午後4時34分、新山口駅の6番線ホームに入線しました。およそ10分間停車した後、再び下関に向かって去っていく様子を見送ってから、この新山口駅で果たしたいことを2つ始めたいと思います。ドアから離れてください。初めての駅です。果たしてどうやって乗ればよいのか。まずは山口セントラルパスの定時からですね。かなり便利な山口セントラルパスの魅力、詳しい概要はこんな感じです。新山口駅の改札を出てびっくりしたんですけれど、開放的な空間になっています。今回やってみたいことの一つの中にふるさとへの帰省も含まれているんです。18切符を使って帰るのも一つの方法ではあるんですが、せっかくなのでスーパー松風という山陰本線を走る列車を使って帰れないものかなと思っているんです。金額的には自由席の場合6900円ちょっと聞いています。早速緑の窓口で買ってしまいましょう。一つ目の目的はこちらの自由席特急券と乗車券です。個人的な理由で心苦しいのですが、今回の旅を終わったら実家に帰省しようと思っています。せっかく買ったこの2枚の切符ですが、結論から言うと諸事情により使う機会が全くありませんでした。続きまして2つ目の目的、新山口から萩までを結ぶバス乗車したいと思います。目の前にバスの案内所ありますね。バス案内所、あれだ。ああ、いない。なんてことだ。営業時間8時から16時までだそうです。どうあったな。どこで確認取ればいいんだろう。差し迫った状況下でバス乗り場の確認を思い立ち、2番乗り場やってきました。同時に次の一手として、傍聴バスさんから連絡が来ました。スーパー萩号は山口セントラルパスで乗車できることがたった今確認できました。スーパー萩号路線図はこんな感じです。出発時刻が17時50分です。不安はすっかり消え去り、2024年3月6日午後5時39分、スーパー萩号が満を持して登場。新山口駅出発しました。実際に乗ってみるととても快適で、
周囲が夕闇に包まれていく中、地面から顔を出すむき出しの岩に心躍らせる場面もありつつ、東萩駅前に到着でございます。というわけで山口県萩市の東萩駅に到着しました。さて、散策は次回の配信に撮っておくとして、まずは今晩一泊する宿に移動したいと思います。確かこの先だったと思うんですけれど、かろうじて街灯の明かりで周りの景色よく見えますが、やっぱり若干肌寒く感じますね。割と早く見つけることができました。本日一泊するホテルがホテル萩トラベルインさん。ここがエントランスです。いつも通り手続きをしてチェックイン完了です。今回予約したお部屋も楽天トラベルを利用し、1泊6500円でした。扉のすぐ近くにクローゼットで開けてみます。奥行きがあってハンガーの本数は充実しています。入ってみてすぐに目につくのがこのタオルとかが干せそうなものであったり、靴べら、スリッパがあります。ここに4段式のタンスがあります。右に向けますと机、それから鏡、テレビとエアコンのリモコン、スタンドライト、小さな冷蔵庫。テレビは割と大きいです。窓側周辺こんな感じ、そしてベッド周辺こんな感じ。タオルとガスタオル、ガウンがついてます。ラスト、ユニットバスなのかどうかも分かりませんが開けてみます。オープン。ユニットバスではない。明かりをつけます。なかなか綺麗です。ちゃんと消毒済みの封がしてある。多分こっちは開けるとこんな感じのシャワールームでした。壁が全部真っ白。ここにあるのはボディーソープとフェイスハンドソープ。上の段にあるのがシャンプーとコンディショナー。ハンドルはちゃんと切り替えができるみたいです。そして夜が明けて2024年3月7日午前7時59分、チェックアウト終わりました。萩散策を始めたいところですが、一旦東萩駅に移動してこの旅行映像作品を一区切りつけたいと思います。ちなみに本作で発生した経費は宿泊費のみで、その総額は6500円でした。東萩駅にやってきました。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の旅行映像シリーズ広島山口編第12話は、山口セントラルパスを乗車券として使い、萩市内で運行している循環バス萩マールバスに乗って萩市城下町を散策します。幕末を彩る高杉晋作や坂元髄の生まれた町並みを歩き、
このエリアでしか味わえないグルメを存分に満喫します。ぜひご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。